はい、ええー、甲斐朝子役を演じました、安藤と申します。えー、本日短い間ですが、よろしくお願いいたします。ありがとう。あの、あれだね、みんな結構腕来なかった。私、すごい最初腕が筋肉痛になった。なました、来ました。こんなにはしごを上り下りすることって、普段なかったから。うん、それで、ちょっとフィットネスを始めて、うん。<laughs> 鍛えてね。<laughs> 鍛えてね。うん、最後ら辺は大丈夫になった。で、だんだん、みんな、どんどん、はしご、上り下りが、速くなってなっ、うん。気づいて、どんどん、体が丸くなっていきました。 もし現実に自分が突然キューブに閉じ込められたらまず目覚めて何をしどんなちょっとあの数学とかもちょっと関わった、ね、りなったり私半数からともう大変苦手なのであのもう多分思考停止しちゃって、はあ、そのいる人の意見を聞きながら。 じゃあんまり能動的にはこのキューブの中ではなれそうにないなってまあまあ確かにな、うん、だって死んじゃうじゃんって思う,まあそうですよね怖くていけなくなっちゃうから,からその死んじゃうじゃんの霊にならないことを祈るわけですよね自分そう。そこがもう自信ないっすよね正直。はい